はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。さあ本日の大馬鹿さんね、まあ知る時間になりそうだねこれね。どうもね、まあチャンネルには常日頃ね、どんどん変なのが湧いてくるんでね。それで、今回の大馬鹿さんなんだけれども、おかしいな。いつものがなくなっちゃった。まあ形あるものはね、いつか消えるからね、昔のやつ使おう。はい、ね、こんな内容です。うん、スマホのプランに一石を投じてくれた楽天に頭が下がる。ボーナスステージが終わっただけの話、嫌なら黙って解約すればいい。ものすごい大馬鹿さんだなっておじいは個人的にそう思うよ。こんな大馬鹿さんがいて、こんな大馬鹿さんがこの日本にたくさんいたら、本当とんでもないことになるなって思うんだよね。もう犯罪企業の巣になるね、本当。うん、で、まあ、国民みんなが この大馬鹿さんと同じ考えでいたらもう終わりだよね、日本がね。まあそんなわけでね、まあ、ボーナスステージが上がっただけの話で、まあ、いろんなものでじゃあ割り切ればいいよね。うん、まあ、レンタルワイフェイだろうが何だろうがね、2席は貸し入れで契約しててね、で突然5席は貸し入れでしょ、嫌ならやめればいい、今まではボーナスステージだったんだって感じでね。だからアイスクリーム買いに行ってね、もう31日終わっちゃったけどね、ダブルを注文するとトリプルになるとか言ってね、わあ580円だ、わあ美味しいっってね、でも今回からね1580円になるよ、なんでそんなに値上がりするのってね、そっか今までがボーナスステージだったからもう終わっちゃったんだってね、しゃって考えれば、ガソリンもそうだよね、1リッター500円でしょってね、いや今までがボーナスステージだったんだ、長年ボーナスで安く買えたんだからいいじゃないかみたいなね。そういう考えになればね、本当世の中平和だよね、本当ね、みんながこういう考えになればみんな平和だよね、本当ね。で、まあ嫌なら黙ってから、もう何も言わなければいいね、もう全国民何も言わないね、どんなことがあろうが、どんな詐欺があろうがね、騙されようが、もう嫌なら黙って解約すればいいね、それだけでお話したんですね。はい、まあ大馬鹿さんだと思いませんか、本当ね。でまだ子供だと思うんだけども、ぶっちゃけね、世の中のこと知らないので、で楽天スマホのプランに一石投じてくれた楽天ってね、持ち上げ時期もあったけれども、でも皆さんがね最初から言ったのは、安から悪からでお金は取れるものではないから、それは当たり前だよねっていうことで、じゃ このスマホのプランに一石投じたのは誰なのかね、おじいのチャンネルでもずっと言っておりますね。はい、2021年9月のね、記事なんだけど、これも皆さん分かるよね。菅政権、携帯料金引き下げ実現、大手も月2000円台プランということでね、まあこういうものを締め込みにね、記事になってましたね。菅首相がね、看板政策の一つで力を注いできたのが携帯電話料金の引き下げだ。安倍政権の官房長官時代から値下げに言及し、通信業界に圧力をかけてきた。今春春には NTT ドコモなど大手各社が月額2000円台の低料金プランを相次いで投入、国際的に見ても安い水準となった。まあ、これまでの流れね、ずっとおじいも動画にしてきたと思うけども、世界的に見て日本の、ね、電波の料金が高すぎる、ね、異常だということでね、そこのところを着目して、ね、なんとか下げなければ。で菅氏は2018年、借金じゃないよ、2018年8月携帯料金を4割下げる余地があると発言し、値下げ議論に火をつけた。こっからだよ、ね、で端末代金と通信料金を分離させるなど料金体系の改革にも進んだ。首相就任後には武田総務省に値下げの検討を指示、その手を緩めることはなかった、ね、でその前のね、例のね、おばちゃまね、まあ、いろいろこうガーンとは言うんだけど行動に起こしたことがなかったよね、あのお方。でもこの政権の時にはもう鶴の一声でダンと実行に移った。しかもそれが超ウルトラ短期間でね、ということでみんなびっくりしたね、これね。で本気でやらないと大変なことになる、ね、強まる圧力に大手各社は屈した。
ドコモが昨年12月に新プランね、販売を発表し値下げ競争が加速、既に新プランを発表していた KDDI ショートワークも戦略を見直し、各社がデータ通信容量 2GB で2000台のプランを揃えたね、ということなんだよね。で今年夏にはソフトバンクが 3GB900 円のプランを投入、値下げの波は低容量プランにも広がっているね。IT 関連の市場調査などを手掛ける MM 証券東京ね、横田町、まあ、これだけの会社で値下げを実現できたのは総務省を経験し電波行政に睨みがくしがしだったからこそだと評価する。ここも皆さん本当記憶に新しいでしょ、そうだそうだってみんななったでしょ。で菅首相が退陣の意向を表明したニュースにね、2月を飲ませてきた携帯大手関係者はもでをなで下ろした。だが値下げは国民受けの良い政策ね、市長が変わってもこのような大きく変わることはなさそうだってことでね、まあ、ある程度は戻ってしまうことはね、まあ、しょうがないけど、まあ、ここの流れでここに楽天モバイルのラヌジもないよね。そうなんだよ、だって楽天モバイルだって始めたらまだ2年前でしょね。でこういう政策がもうどん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 ねなってるところに、スタートするわけだから、いろいろね、なんていうの、この楽天モバイルがどうのこうのって本当ね、この人大間鹿さんだなって思うのは、例えばねこの日本ってもっとみんな中国嫌う人って多いじゃん。で中国はな、中国製品が悪いとかさね、そういう時代遅れの頭の大間鹿さんって結構まだ日本にいるじゃん、こびりついてるじゃん笑っちゃうけど、それで安かろう悪かろうのものがメイドインチャイナとかメイドインコリアとかね、いろんなものあったでしょ昔からね。でみんな悩んだよね。で聞いたことのないような名前とかね、安いから、ああやっぱここがこうだよなっていうね。でも日本国民が選んだのは安かろう悪かろうの方なんです。で、ブランドとかいいものを長持ちするとか品質とかそういう時代はもう終わったというか、見下り感つけたのは国民なんです、日本の。違う？じゃあ今はその安かろう悪かろうだった中国製品が安かろうよかろうになってきている、ね、なんで日本国民はもっと中国を、ね、感謝しながら持ち上げないの？おかしいと思わない？いろんなものが全体的に安くなった。もう昭和の時代の何分の1になってる、全てのものが。だってテレビなんてこれ43型なんて言ったら、ね、この大きさなんて言ったら昔100万円超えだよ。そうでしょ、ね、だってさ全てのものが安くなったのはやっぱり中国のおかげでしょ。で日本のブランドの名前で売ってるものでも中身がみんな中国ね。で中国に工場を置いて中国の人件費で安く抑えてっていう、それがないと日本で作っていたらね、時給ね、食で作っていたらものすごい高いものになってしまうね。だから本当ね、中国には感謝でしょね。スマホでも何でもそうでしょ。でも日本人ってバカだからアップルアップルアップルって言ってるけどね、それでこのスマホのプランにね、してくれたこれっていうのが、その楽天モバイルの戦略として、そのちゃんとしたそのちゃんとした値段にちゃんとした品質のもの、ちゃんと使える電波を扱っているところにプラチナ会社を持たずにね、本当に安かろう悪かろうね、つながらない、使い物にならないね、そういったものを引っ提げて、じゃあキャリアと同じ値段で出せるでしょうかってことなんだよ。で楽天モバイルがね、安く出したから他も安くなった、ゴロゴロって後ろって皆さん見てるからいいかもしれないけど、他のキャリア的にはそんなもんになんていうの、引きずり込まれなくても相手にしたくても、ユーザーはなんだこれ使い物にならねえじゃんって言うとすぐやめて戻ってくるっていう、それが分かってるから相手にしてないの。だからこの記事でもさ、だってないじゃん、だって去年の9月の記事なのに、この記事の中に楽天モバイルのラの字でも入ってる？入ってないでしょ。
ね、いかに自分が大間鹿さんかっていうのはね、あの自覚してほしいなと思うんだけども、でそんなもうね、鹿さんのにらみがあるところに参入してくるわけで、でそこに安かろう悪かろうのものしか持っていない、ね、楽天モバイルが、その時の思いつきでね、バーンと、だ通常4割ね、4割下げる。だここのところで見てみると、当然ね、携帯3社の料金プランっていうのがあって、で主力プランっていうのが、まあ、7,000円、7,500円、7,500円、7,000円ぐらいだいたいね。で安いものが出てきたけども、ここから4割安くするっていうと半分ちょっとなんで4000円ぐらいなんだよね。結局7000円だよ。だから4000円ぐらいで出しなさいよ、ね、3キュッパとかね、それぐらいを目安に、4割減っていうとそれぐらいの値段なんだよ、ね、だから3キュッパぐらい、ね、まで下げなければっていう、そういう政策でやってきたんだね、これね、菅さんが頑張ってやってきたんだね。でじゃあ ここら辺の品質で3980円なんだけれども、そうなの、プラチナ回線ではね、楽天モバイルね、安かろう悪かろうで出さないと3980円で、じゃあ同じように、じゃあ4割減で出しますよって出した時に、じゃあ国民は選んでくれるの？選ばないでしょ。だっておじいでしょ、さだって乗り換えないぐらいなんだからそうでしょ。だってソフトバンクずっと手放せないでね、だって楽天なんかだったらだって命にかかるから、そんなもの乗り換えられるわけないじゃん、メインで当たり前じゃんそんなの、ね、だからそんな中でね、じゃあ他のキャリアが4割ね安くしなさいよって言われて3キュッパぐらいまで落とそうとしてる中に、じゃあ楽天モバイルがはいうち3980円って出せる？選ぶ？選ばないでしょ。だから安かろう悪かろうで出すしかないじゃん。でそこのところに入ってしまったら、入ってしまえば後からでも上げることができる。そうでしょ、ね、様子を見ながら、ね、違法行為を繰り返してバレたらしましょうって言いながら、ね、まあ、1年ぐらいは分かんないからって言いながら、新規参入だから甘く見てくれるかみたいな感じでね、そういう甘い根性でもう2年過ぎたからもう甘やかさないよっていうのが総務省のお考えなんだよね、なのでだん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 ピリ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 してきてると思うんだけど、そんな中でそこで1000円ぐらいの差をつけないと漬物にならないんだから当たり前じゃんこれがね。でこの格安プランのこれっていうのもそれなりのものでしょ結局。でなんで菅政権がそこのところメッシュ入れたかというと、だってレンタル Wi-Fi で分かるように、だって無制限で使えるものが昔はね、そこでも結構出たけど、それが大体3000円ぐらいでね、無制限で、でそれが今100ギガぐらいで大体3000円ぐらいでしょね。で100ギガぐらいで3000円ってことは1ギガで30円なんだよね。だから1ギガ30円ってことは、じゃあ3ギガまでいくらって、もう100円もしない話で、だからどれぐらい電波っていうのはね、安く提供できるかっていうことなんだよ。ね。なので、まあそういうのを国民の皆さんは全くわからないんで、まあこういうね、馬鹿さんが、どん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 ボロボロボロね、ね、国民の目を欺くね、そういうのにね、クルッて、クルッて向いてる、楽天モバイルのおかげでーすってねまあなんて単純な大間鹿さんなんだろうって思うけど、これ皆さん分かる？これね。なので、このスマホのプランに席を投じてくれたように一見見えるんだけれども、そうせざるを得ない状況からの参入、またそれを言うのであれば、全体的にソフトバンクね、ショットバンク全体的なプランがね、基本料金からね3000円教えてすごい高いプランからねあったものに、ショットバンクが980円、1000円切るんだって、うわーってね、あれは本当ね、ものすごい大きく流れを変えたんだよショットバンクは。でプラチナ回線もらう前はね、もういろんなサービスがあったけれども、そのプラチナ回線を手にした後もやっぱり安い。でもいろんなね、もっと強固なものに設備を整えてってね、すごい勢いで成長してきたけれども、それでいながら大きくボーンって上げることはなく、結構いろんなサービスをしながらね、ただもう買うたら地位を手に入れたらね、電波を手に入れたら、この高いプランは高いプランで、で安いプランは安いプランで、そういったものをこういろいろ作りながらやってきたでしょ、時代の流れに合わせながらね。じゃあ楽天モバイルが、じゃあこのままずっと安いまんま、じゃあこれからもね、今ちょっとジェルがなくなったブチブチって言ってるけども、じゃあこのままじゃずっと変わらないのかね、上がりもしたり下がりもしたいのかっていうと、じゃあどうなんだろう
ね、今の楽天モバイルの立場としては、国民の皆さんが安心してメインで使える電波ではないからね、本当ね。で 98% なんて言ってても、マップ上のお話であって、実際にはそのエリアの中でも使えない、ね、人口カバー率マップ上で上がっても実際使えないエリアがすごく多すぎるんで、ね、まあ、全然お話にならないんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけでね、その楽天モバイルがなくても今は全然困らない、ね、そういう時代になってる。逆に楽天モバイルに値段で釣られた人、そして乗り換えちゃった人が散々困って、で、あ、やっぱりダメだったよねって戻って、ちゃんとした電波の良さで、楽天サポートも悪いでしょ、ね、だから、あ、やっぱりいろんなところに行っても実店舗があったりとかね、そういうところの素晴らしさっていうもの、だからその価値観ってものだよね、そのサービスに対する価値観ね、そして安心感ね、で何か地震が来たりとかね、台風が来たりとか、万が一の時にやっぱつながらないとかね、いろいろあるでしょう、ね、そういった時におじいも経験あるけど、あ、やっぱりなって思うのが、やっぱり価格それなりのサービスであったりするんだよ、これがね。だから本当ね、ただのおこじき根性で目の前の値段だけとかね、だから楽天のおかげではなくてね、ガース政権のおかげなんだよ、2018年から、ね、何か勘違いをしている、ね、だから、そういったことを理解する記事では、ね、楽天モバイルのおかげ、こう料金引き下げ現実がね、楽天モバイルのおかげでなんて、この楽天がここに入ってないんだからどこにあんのだからこれが世の中、そして経済、ね、っていうもので、本当にね、こうだから、そのいろんなものに流されている、そして全体的を見ないで、お金のところだけしか見ていないから、周りを見ていないから、価値観がわからないから、まあ子供だからしょうがないと思うけどね、だからこういうコメントになるね。だ、大間鹿さんでしょ、だこういう考えにみんななったら、いや、それはもうとんでもない、もう日本全体スラム街になるね、本当ブラック企業だらけ、まあ、もうそうなりかかってるんだけどもね、まあ困ったもんだね、本当ね。皆さんはどう思いますか、ね、で楽天モバイルの化けの皮がどん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 ね、剥がれていくっていうのは、スタートする前からみんなが言っていたことでね、それ見たかっていうことになるし、あとはいろんな何にしてもね、外注任せとか安っぽいシステムとかね、交渉的に全部人件費が高いから全部ねプログラミングに任せてね、人工な AI に任せてどうのこうの、そんなのもあったでしょうね。だから消化でこう ボットでポン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 ね、対応されて、いい加減なもうシャプターもやるなーってね、もう大間鹿さんはもう他どんどん行ってみたいな、そういう感じになってくわけなんだね。だどんだけね、茶番にを鵜呑みにして振り回されてるんだろうっていうね。だそういうところを分かりつつ、ね、少なくとも おじいのところの視聴者さん、前から言う方は、そういうのを分かりつつ、全体を分かりつつ、そして、じゃあどういう使い道で、でもこれはこうだよねって分かってて使ってる方が多いね。だから本当ね、目先の単純な飾られたところしか見てないと、こういう大間鹿さんみたいな考えになってしまうんじゃないかなと、おじいはそう思います、はっきり言ってね。まあ、日本がダメになってくるのは、まあ、こういうのが原因だとは思うんだけどもね、本当ね。まあそんなわけでね、楽天にムクダリハムをつける人、ね、楽天がどれだけ楽天に対してどれぐらい応援してきたか、ね、おじいも含めてそうなんだけど、石尾さんのコメントもね、いくつか来てるので、ね、本当、このスマホのプランでも全体的な楽天経済圏の方で、結果的にはものすごい大きな応援してる方、ものすごい多い、その結果も出てるわけ、言ってるじゃん。楽天モバイルを契約した方が持ってない人よりも何割ぐらいアップでね、こうなってるんだっていう、そういうデータも出てるわけで、ただね、それでももうみんなやめたっていうコメントも昨日来てるんでね、また改めて紹介したいと思います。
本当ね、単純なおましかさんのこういう考えというのはでも珍しくないと思うよ。他にも絶対にいるはずなんだよ。単純にこうやってなんていうの利用者の人っていうかさ、単純な単純な人ね、だからいろんな普段のことが分からない人はこうなってる方もいるでしょう。おお、嬉しそうだったって言ってたらね、はい、ちゃんと自首してください。このコメントは2回で、おお、俺もそうだったよーしてねそう思ってくださいね。で、本当楽天モバイル自体で単体で黒字を出すのが先なのかね、経済圏で、プラスを出すのが先なのかね、まあ、いろんな交渉があるんだけども、でもその司令塔がね、なんせ単純だからね、あ、これだから、あ、これだってね、やっぱ経営者としては失格だよね、はっきり言って。こんなに1個のものを決めても本当短期間でね、あれ変えたこれ変えたとか、もう値上げでギブアップして、で言い訳、こしょくな言い訳をするわけだし、でね、目にしもないしもね、なしにつけるよって言って延長したって、ね、もう期限になったとかね、そういうこう詐欺みたいなもんだよね。それを売りにして勧誘して契約しておいて実現したいまんま辞めてった人もいっぱいいるわけだからね、長期間ね。だって2年近く嘘ついてたわけでしょ、楽天はメール持ちくんだよみたいなね、カファレンスでも言いながら、それをホームページにも出したからね、7月に今回ねって言いながらね、それが年内になって、で年内になってそろそろじゃないかったらね、無期限で延期なんてね、じゃあけんなよって思ったでしょみんなね。なので、それをね、実現する予定がない、やる気がないんだったら、それを出すな、ちゃんと完成して出てから、はい、これが今回メールつきますって、もうちゃんともう目安がついて、いつからスタートですってなってから言えばいいのにね。思いつきでこれがつきあれがつきよ、だから男なんで、そういう比較をしながら勧誘してきたでしょ。だからそれが汚いって言ってるの、ね、おじいが気に入らないって言ってるところなんだね。まあそんなわけでね、まあこういうおましかさんはね、まあ一生べったりとこっち行ってればいいと思うんだけどもね、皆さんはどうお考えでしょうか。はい、時間も大体だよね、この辺で終わりたいと思います。またね、バイバーイ。